親戚、ご近所の方で自衛隊に入りたい、もしくは興味があるという方は、私、このアトラクション終わるまでここにいますので、ぜひ声かけてください。ちょっといろいろご説明させていただきますので、はい。ノルマをですね、稼がないと悪いんですが、いやいや、そんな、ありがとうございます。未来輝かしい若者をですね、ゲットするという活動します。はい、そして、立派なロッテファンにしてありますので、はい。これ多分お家の方ちなみに、そう、入隊のパンフレットを渡そうとしてるわけですけど、あ、まだ時間ありますからね。それ、清吉さんそうは入隊の動機っていうのはどんな感じだったんですか。どういう感じを受けて自衛隊に入ったんですか。楽してこだめだよ。お前の小話だけど、この時間あんまり聞いてくる。あと5分言ってますね。すいませんね、本当に。止まらないでしょ。違うよ、それほどじゃない。じゃあ、ちょっと天気もいいので、もう一曲、あ、本当ですか。もう一曲やってください。これはいいですね。ありがたい拍手ですね、本当に。ありがたいですね。何ですか、僕もできる。なんかまるで拍手を対策したかのような。ありがとうございます。何やります、僕できるやつ。あ、大丈夫。あ、完全に気をつかなきゃいけない。僕のかっこいいところ全部持ってかれてしまう。もっと遊んで指を鳴らして呼んでいる声がするわ。本当も嘘も興味がないのよ。指先からすり抜けてく欲張りな笑い声もごちゃ混ぜにしたすぐに溶かすから、夜に落ちたらここにおいで、教えてあげる最高のメロディー。あなたはいつも泣いてるように笑ってた。迷いの中で傷つきやすくて、地図を開いていたずらにペンでなぞる心の晴れはうまく回るでしょ。音に合わせて靴を鳴らして、私だけの秘密の場所、走る雲の影を飛び越えるわ。夏の匂いを追いかけて、ああ夢はいつまでも覚めない、歌う風のように。夜に落ちたら夢においで、宝物を見つけられるよ。信じてるの愛しい日々も恋も優しい歌も泡のように消えてくけど、走る雲の影を飛び越えるわ。夏の日差しを追いかけて、ああ夢はいつまでも覚めない、歌う風のように。僕のピアノ出番もあって、清さんかっこいいと思ったりしたので、準備ができましたようなので、次のですね、
プログラム内容、タンゲボックスメロディの皆さんに登場していただきましょう。